最も大きくなるのがこのアムールトラです。別名シベリアトラとも呼ばれ、中国東北部からシベリアなど最も北に生息、比較的寒い地方の森林で暮らしています。鮮やかな縞模様は森林や草むらでトラの体を見事に隠し、獲物に気づかれずに近づくことができるのです。またトラは他のネコ科の動物とは違い、水が好きで泳ぎが得意です。暑い日には池に入り水浴びをしている姿がご覧いただけます。アムールトラは現在野生では約450頭しかおらず、絶滅が心配されています。続いてホワイトタイガーです。ホワイトタイガーはインドのベンガルトラの発色名種です。瞳の色はブルーで、鼻先と足の裏はピンク色をしています。アムールトラと違い、暖かいところに生息するホワイトタイガーは体が小さいのが特徴です。現在世界で約200頭が飼育されています。